あと30分ぐらいでトレーニングを始めるんですけど、ちょっと今日眠いので、モンスターとこれですね、ハレオさんからいただいた、あ、これ飲むとね、なんか自分は最近めっちゃトレーニングが調子いいです。結構なんかやる気が持続するというか、すごいいい感じです。ちょっと見えづらい、こんな感じ。これを3粒飲みます。で、今日は胸と肩トレをやります。ずっとトレーニング動画を上げてなかったんで、久しぶりに。次、2種目目いきます。2種目目は、なんだっけ、スミスマシンの、インクラインのバーベル。お短いから届かないんですよ。で、次3セット目でラストセットです。僕は基本的にラストセットは結構ドロップを使うことが多いです。限界まで追い込むというか。次3セット目が
ダンベルのフラットのプレスをやります。メインセット40キロで8回目指してやります。ラストセットは8回やってドロップして8回やります。しかも40キロ重いので36回次の種目にちょっとインクライン、ローインクラインのフライをやります。もうフライってめっちゃきついじゃないですか。あんまりやりたくないけどフライが一番効くので、一番効くっていうかやっぱ胸がパンプしてくれるのでやっていきます。これで撮影してたらなんかここら辺を落とし、もし床にバンって落として、やばい、泣いてる、泣きそうです。ミリタリープレスやります。集中してないんですよ。もうカメラが完全に修理を出さないといけなくて、
がラスト種目フライ。